福岡県では陽性者のうち3人が県内で初めて新型コロナの変異ウイルスに感染した疑いがあると発表しました。 福岡県によりますと、陽性者の検体をスクリーニング検査したところ、3人に変異ウイルス感染の疑いがあることが分かりました。今後、国立感染症研究所で詳しい検査が行われます。検査結果は7日から10日ほどかかる見込みで、変異ウイルスと確定されれば、県内では初の感染確認となります。 県は変異ウイルスであっても対策はこれまでと変わらないと、感染症対策の徹底を呼びかけています。県内の今日の新規感染者数は北九州市の16人など合わせて40人で、死者は1人でした。大野城市ではカラオケステージ青春クラブで新たなクラスターが発生しています。